はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。皆さん、リミットレギュレーションの適用の予告見ましたか？制限解除がね、今回来るんですよ。破滅竜ガンドラクロスっていうモンスターと、あと暗黒界の軍神シルバっていうモンスター、この2枚が規制解除されますよというところで、今日はですね、このちょっとリミットレギュレーションについて話したいことが多すぎたので、ちょっと1本動画を作ってきました。で、まあ、なんでこれが禁止になっていたのかとか、どういう使われ方をしていたのかとか、あとこの枚数解除によってどういう影響があるのかっていうのもちょっと全体的に話していきたいなというふうに思います。早速ね、破滅竜ガンドラクロスの話からしていきましょうか。破滅竜ガンドラクロスというモンスターなんですけども、これは遊戯くんが、表遊戯くんが映画 のダークサイドオブディメンションズで使っていた超かっこいいエースモンスターで、でこれどういうことかもっていたかっていうと、これちょっと実はね、エラッタ入ってるんですよ。若干エラッタっていうか、 TCG と OCG でテキストが違うっていうのが謎のカードで、 TCG カードの方にテキスト合わせたみたいな感じのモンスターなんですけども、手札から召喚特殊召喚した時、フィールドの他のモンスター全部ぶっぱしますよと。で、破壊したモンスターのうち元々の攻撃力が一番高いモンスターの数値分のダメージを相手に、与えて、でこのカードの攻撃力を、この効果で相手に与えたダメージと同じ数値にするよっていう効果になってます。でエンドフェーズにライフを半分にするっていう、これ実はね、元々の攻撃力になったのが結構最近で、 OCG ではこれね、 OCG の方では元々の攻撃力って書いてなかったんですね。だからこいつを手札から出して、なんかすげえ攻撃力高いモンスターぶっ壊して、でそいつのダメージをバーンって与えるっていうワンパンマン、要するにね、先行ワンキルに使われてたんですよ、これ実は。懐かしいな、ノルガイだな、多分結構5年前ぐらい、5、6年前ぐらいだと思うんだけど、ドラゴンリンクとかが全盛期の時で、まだね、いろいろやばいモンスターがいっぱい生きててさ、その時は、まあ、当時の話をすると、例えば、ギャラクシアイズダークマタドラゴンってほんとぶっ壊れモンスターがいたんだけど、これも今禁止ね。これ書いてることやばいんだけど、このカードがエクシー召喚 したら、デッキからドラゴン族3枚墓地を送って発動すると。で、相手は自身のデッキから3枚カードを除外するみたいな、モンスター除外するみたいな効果なんだけど、これコストでドラゴン族3枚墓地を送れるんですよ。やばいですけど、そもそも。この効果。で、これで例えば、エクリプスワイバーンと、乱世流テンペストと、あとレッドアイズ、ダークネスメタルみたいな。モンスター墓地送るじゃないですか。で、エクスプライバーンって、まあ、これももちろん今禁止なんだけど、これ墓地送られると、敵から光属性か闇属性のドラゴン族除外できるんだよね、レベル7以上の。で、これで、破滅竜ガンドラクロス除外しといて、で、エクリプスバイバーンをテンペストで除外して、で、エクスプライバーン除外されたら、なんか除外されてる破滅竜ガンドラクロス回収できるんだよね。ほんで、守護竜の展開使って、レダメを、墓地落としてたレダメ即召喚して、で、レダメの、この手だから墓地、ドラゴン族モンスター出せるよっていう効果でガンドラクロス出すみたいな。動きすると、なんかフィールドのなんか打点高いモンスターバーってぶっ壊して、で、いきなりワンキューするみたいな。で、打点高いモンスターの用意するのは確かパラディオンとか使われてて、アークロードパラディオンとかのリンク先になんか、でかいモンスター、ダークマターとか出してね。こいつもともと打点4000あるからさ、4000打点とかあるから、こいつの打点もなんか普通に8000くらいになってたんだけど、8000とかにしといて、アークロードパラディオンを、ガンドラクロスで爆破してなんかワンキルするみたいな動きが、守護竜全盛期守護竜の先行ワンキル方法だったんですよ。まあ、今やねもうそのカードたちが結構禁止になってるから、まあ、なかなか再現しづらいかなとは思うんだけど、これが問題で、破滅竜ガンドラクロスさんは余裕で禁止になりました。はい、問答無用で。でね、これが問題だったのは、実はその元々の攻撃力っていうところがなかったことなんだよね。元々の攻撃力って書いてあると、結構ね、限られるんです。ワンキル方法が。これ、元々のがないと、まあ、単純にフィールドの打点を高くして、で、そいつを爆破すれば、ワンキル取れるっていう、まあ、そういう感じになるんだけど、これ、元々のって書いてあると、やっぱ、その打点が上がるっていうことは、元々の攻撃力ではないから、だから、単純に打点上げたモンスター、ぶっ壊せばいいわけじゃないんだよね。だからね、理論上ね、元々の攻撃力が一番高いモンスター、これとかだね。これ元々の攻撃力がなんか除外状態の、モンスターの数が500になるみたいな。こういうモンスターとかって一応元々の攻撃力が上がるんだけど、ガンドラクロスって破壊しちゃうんですよ。モンスターを。破壊しちゃうと、元々の攻撃力参照するのってなんか墓地になるんだよね。墓地参照になるんだけど、墓地参照するとさ、ハテナだから攻撃力が、だからこいつのダメージは適用されないっていう、まあ、そういう最低になってまして、これ要するに何が言いたいかというと、元々の攻撃力
が墓地で高いモンスターを爆破してダメージを与えるっていう方法になるんで、これこのテキストになると、だからね、先行ワンキルがめちゃくちゃ難しくなるんですよ。このカードを2回出すとか、あとなんか相手のライフをちょっとある程度削っといてからぶっ壊すとか、なんかそういう感じになるんだよね。だから先行ワンキルがこれの一文が入ることによってめちゃくちゃ難しくなるんですよね。だからあの元々の攻撃力にしといたら結構悪用されないかなっていうことで、今回は規制解除になったというところですね。実はマスターデュエルでも結構前からこの元々の攻撃力っていうテキストには変わってたんで、いつ解放されるかなみたいな結構待ってた人も多かったんですけど、まあ今回光の合質が実装されるっていうこともあって、破滅竜ガンドラクロスが、制限解除になりました。でこのガンドラクロスとあと光の合質でこの破壊竜ガンドラギアスっていうモンスターが実装されるんですよね、おそらく。このねカードたちが来ることによって何が熱いかっていうと、今までは本領が発揮できてなかったガンダラモンスターっていうのがいるんですよ。これね、僕大好きなガンダラモンスターなんだけど、この、ね、ガンドラギガレイズっていうモンスター、このモンスターは自分の墓地のガンドラの種類によって効果は変わるんですよ。1種類だったらこのカード以外のフィールドのカードをぶっ破するっていう効果が付与できて、で2種類あればこのカード以外のフィールドのカードを全部除外するって効果があって、で3種類だったらフィールド墓地のカードを全部除外するっていう、マジやべえ全部っ破効果持ってるんだよね。このギガレイズくんの3種類効果を使いたくてこのカードを、まあ、好きな人多いと思うんだけど、これが今まではガンドラクロスがいなかったから、そのガンドラギガレイズとそれから普通に破壊力ガンドラしかいなくて2種類しかなかったんだよ。だからガンドラギガレイズの3種類以上の効果これ使えませんでした実は今まではね。ただ今回このガンドラクロスが、解放されて、でさらに、ガンドラギアスの、まあ、実装されるってことになると、ガンドラモンスターが4種類になるんだよ。4種類になるとこのガンドラギガレイズくんの効果がめちゃくちゃ生きるんですよ。しかもねこいつね結構ね特殊化方法緩くて、このカード以外の自分の手札フィールドのモンスター2体墓地行くと特殊化できるって効果あるから、これすげえ簡単なの特殊化する方法は。で3種類あればめちゃくちゃやばい効果打てるから、例えばなライトロードでね墓地肥やすとか、なんか墓地肥やしギミックを入ってるティアラメンスを見よう、そういうまあデッキに入れとくと結構ガンドラギガレイズくん活躍できるんですよね。なんでガンドラクロスの、まあ、解放は、まあ選ったというか、まあ、TCG テキスト統一による先行ワンキルがしづらくなったとともに、ガンドラギガレイズくんの効果をめちゃくちゃ強く使えるようになったっていう意味でめちゃくちゃ熱いんですよはい、これが一応その破滅竜ガンドラクロスが、まあ、解放されたことによる影響ですね。暗黒界の軍神シルバさんについて、これはなんで禁止になっていたかっていうと、これね前半ですができちゃうんだよね、このカードがあると。これどういうことを持ってるかっていうと、このカードが効果で手札から捨てられたら、特殊感できますと。で相手の効果で捨てられたら相手は自身の手札を2枚選んで好きな順番でデッキの下に戻すよっていう効果があるんですけど、これセルリーのね効果を使ってセルリー、シルバーをすると、セルリーの効果でシルバー捨てさせてシルバー特殊召喚して相手の手札2枚ハンデスみたいな。でしかもハンデスの種類もこれめっちゃ強くてさ、2枚デッキの下に戻すよっていう、まあハンデス方法なんですよ。除外でも墓地送るとかでもなくて、だこれがねリソースとして活用しづらいじゃないですか、デッキに戻るっていう効果が。だからハンデスの中では、まあ、やっぱ一番強いハンデス方法なんですよね。これが、非常に強力でした。でこれ禁止になったのが実はね事前規制ってやつなんですよね。たまにあるマスターデュエルのなんかそのクソゲーをケアするために先に禁止しちゃうっていうパターンね。当局とかあとグラファとか、シュゼンタかとかが実装されたのがいつだったかな、ちょっと結構前なんだけど、このカードたちが実装されるにあたり、まあ、暗黒界が強化されますと。暗黒界が強化されるからそのセルリシルバーできたらやばいなっていうことになったんだろうね。で、シルバーが事前禁止にされて、で今この、2024年11月になってようやく、まあ、もうこのぐらいいいかっていうことで解除されたっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、言うてね、誘発がやっぱいっぱい飛んでくる環境なんでね、まあ、結構暗黒界側も意外ときつかったりするし、まあ、DD クローとかもね、いっぱい入ってるような、わらしとかも入ってるような、まあ、そういう環境なんで、だから、まあ、許されたんじゃないかなっていう気はする。はい。で、一応ですね、これシルバーが帰ってくると多分ね結構ハンデスが簡単になるんですよ、前ハンデスが。
今ね実は暗黒界って結構強化されてて、なんかそのコリオの剣とか、ビリーの、剣っていうモンスターが実装されてるんですけど、これと参戦の際とか暗黒界のギミックを組み合わせると、なんかその前半ですが結構簡単にできるみたいな、まあ、そういうデッキがありましてね、なんかその川中島暗黒界みたいなデッキがあって、これがシルバーによってさらに余裕で前半ですができるようになってんじゃないかっていう気はするだから結構なクソゲーは仕掛けられそう。強いかどうかはわからん、正直。なんかテクノイーハーズが死ぬほど飛んでくる環境なんで今で、しかもなんかデッキパワー上がってきてるからね、インフレが進んでるから。だからなんかそのまあもちろん決まればマジでクソゲーだけど、まあその決まらせないように相手もデッキ組んできてるはずなんでね。だからまあセルリシルバーが決まるか、そんな簡単に決まるかと言われるとちょっと怪しいところはあるとは思うんだけど、まあ、決められればかなりのクソゲーなんで、はい、なんでちょっとね、動画にはしていこうとは思ってます。はい、個人的にはやっぱガンドラクロス熱いかな。あ、ちなみにもう先行ワンキューデッキは作りました。はい、選ったというか、まあ、TCG テキストに統一されましたけども、先行ワンキューデッキはできました。はい、シルバーの前半デスデッキはこれから作りますんで、はい、よかったら、動画お楽しみにお待ちください。次のクソデッキでお会いしましょう。じゃあね。